今回の面白実験は、科学遊びの定番スライムを今回は勉強しながら作っていきたいと思います。では早速作り方からやっていきましょう。まずは洗濯のりを 50ml 入れます。洗濯のりは薬局かホームセンターまたはネット通販などで購入できます。洗濯のりを入れたら次は水を 50ml 入れます。飛び散らないようにゆっくり入れましょう。このまま作っていくと透明なスライムになってしまうので、今回は絵の具を使って色をつけていきたいと思います。分量に決まりはないので程よい量で入れていきましょう。スライムのイメージで僕は緑を今回は使っていきます。入れ終わったところで割り箸を使って混ぜていきます。こちら混ぜていくうちに全体がこのように混ざったら一旦こっちは OK です。次の材料は放射 2g です。今回は事前にお湯に溶かしたものを使っています。こちらをさっきの材料にスプーン1杯分入れていきます。こちら今回スライム作りに重要な材料になっています。あとはひたすら混ぜていくのみです。最初は割り箸を使っていきます。でこちら混ぜ進めていくとこのようにダマになっていきます。水気が少なくなったらあとは手で揉み込んでいきましょう。最初は手が汚れるので手袋をつけることをお勧めします。ここで触った時の感想なんですが、まだ水気が多い気がしたのでしっかりと揉み込んで圧力をかけてスライムにしていくようイメージしました。あと今更なんですが、僕初めて今回スライム作ったんですよね。この時手がめっちゃ汚れましたね。混ぜ終わったら完成になります。早速紙皿に移していきます。ということであっという間に簡単にできました。でこの時手に持った感想は、手に若干まとわりつくんですけど冷たくてとても気持ちいい感じでした。そしてスライムといえばこの伸び具合、いや最高ですね。ところで皆さんはスライムがどんな仕組みでできているか知っていますか？多分知らない人も多いと思いますね。そこで今回はスライムの原理について勉強していきましょう。基本的にスライムは水を洗濯のりと混ぜて作るんですが、そのままだと分離して混ざらないんです。そこで最後に混ぜた放射が洗濯のりと水をくっつけてくれる働きがあるんですね。こちら放射を入れる量によってスライムの硬さが変化していくんです。では早速見ていきましょう。こちら放射少なめで作ったスライムになります。一見はさっきのものと大差ないように見えますが、伸ばしてみるとさっきのものより長く伸びるようになります。またスライム自体も全体的に柔らかくなります。こんなに伸びるんですね。すごいですよね。また普通のものよりもちょっと水気が多いイメージがありますね。次はホースを多めで作ったスライムです。こちらは普通のものと比べて少し重みがあってずっしりしています。またスライム特有の伸び具合がなくなってしまいます。ただ水気が少なく握り心地はとても良く、手もあまり汚さずに済むのでこちらも全然おすすめできますね。というような感じでこのようにホースを入れる量によって違いが出るので、みんなもいろんなスライムを作って遊んでみてください。いやー、初めてのスライム作り楽しかったな。今回作ったスライムは材料が揃えば簡単にできるので、ぜひ皆さんもお家で作って遊んでみてください。今回の実験は以上になります。ありがとうございました。